水野氏。忠国で有名な水野氏は清和初め氏の初期の分流で尾張源氏の一支流である。途中でこの以下から養子を迎えているので、血統的には藤原道長の末裔にあたる名族である。源氏ではあるが、尾張源氏の鎌倉幕府との関係は微妙で、承久の乱では朝廷肩についたという。戦国時代には30万石ほどの大豪族であった。家康の母於外の方は水野氏の出身である。つまり家康は女系で水野氏の血を濃く継いでいる。しかし宗家等出身元は信長と家康により諸説あり殺され、水野氏の勢力は衰えた。しかし蘇流は存続し、譜代大名として江戸時代も各地で続き、老中等も多数輩出した。現在でも愛知県には水野姓が多い10位5万人以上。